はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ジュン様、ビーニャン様、リュート様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金に活用させていただきたいと思います。恋の税金、社会保険料滞納、禁錮刑などで、永住資格を取り消せる法案が今国会で成立予定。立憲、共産、社民ともにですね、別々に反対表明をしておりました。ネットで議論発生。こいつらは一体誰のために働いてんだろう。外国人のために働いて、外国人は票を持ってないからね。政治家だったら票のために、得票するために投票してもらいたいから、働くんじゃないのかという疑問が ありまして、議論が発生しておりました。特定の誰かの味方というより日本の敵とりあえず自民党に反対、党員に影響があるから、つまり党員が外国人と、応援してくれてる外国人への義理立て、日本人の敵の味方、日本人への嫌がらせがこいつらの原動力、外国人に参政権をって言ってる令和も入れてあげて、いつも仲良しなんだから合併したら、こいつらが分かれてる理由が分からん。意見合うもんね、こいつらね、立憲共産社民はね。犯罪者や納税しない外国人の野放しは、真面目な外国人に迷惑。普通に暮らしてれば全く関係がない話と。恋の税金滞納と、収入が急に減っちゃって、税金払えねえくなっちゃった去年分のっていう恋じゃない滞納をどこで区別すんのかなーって疑問でしたけれども、脱税で捕まったら、それは確実に恋の滞納と言えますよね。つまり永住外国人。これ案外ですね、外国人の脱税に手焼いた財務省案件だったりしてね、立憲の事務方中枢は、旧社会党の残党が仕切っております。で、社会党は北朝鮮労働者党の有党のちぎりを交わしておりました。有党。社民党はその社会党の直系の残党ですね。あまり知られてないんですけど、戦後国内で暴れ回って GHQ を怒らせて財産没収、組織解体された朝鮮進駐軍って連中ですけど、こいつら実は共産党の命令で動いてた下部組織でした。今でも日本人じゃねえだろって顔の共産党議員いっぱいいます。いっぱい日本人じゃねえだろおめえって。みたいな。立憲共産社民の党員資格に国籍条項なしと。いわゆる立憲ペートナーズ。懐かしいですね。これ立憲の公式が立憲パートナーズ募集のツイートするときにスペルミスしてペートナーズってやっちゃったのが原因なんですけど、何万人外国人いるんでしょうね。永住外国人は投票できないんで票にはならないが、金と人手で支援してもらってるんでしょうね。選挙の時のポスター貼りとか人手出してもらってね。で、そういう支援者たち、支持者たちが脱税でいなくなると困るっつうね。立憲共産社民の他に、民団、朝日、毎日、東京新聞、弁護士会ももちろん反対しております。むしろこいつらが賛成したら、驚愕するぐらいなもんですけれども、パヨ新聞社にはもう日本人の記者いないよ、多分。全員外国人だよ。社民党副党首大椿優子はもっと直接的にですね、連れ合いが外国籍と自分でバラしてました。で、その上で永住資格取り消しに反対記者会見やってました。私も連れ合いが外国籍で当事者。国会議員は日本国籍の人のためにだけに政治をするのではない。日本に住む全ての人々の暮らしのために政治をするのが政治家。泣きわめきながら記者会見。世論です。連れ合いとお帰りくださいな。旦那の国に移住したら、外国籍の連れ合いのために議員やってんのか。国会議員は日本人のために働けよ。お前は日本人の票で議員になってるんだぞ。お前んちの事情など知らん。外国人の脱税を認めろと。泣いたりわめいたり、忙しい人だろ。ルール守れば済む話だろ。高級通りなんだから、連れ合いの税金ぐらい払ってやれば、国会議員の連れが外国人って問題じゃないの。秘書が中国人だった松下新平だって問題になってんのにさ。
あんまりそれが日常になってて当たり前になってて、これは言ってもいいってたるんでんじゃないですかね、大椿は。それが外国人だろうと、お前んちの事情なんて知らねえ。個人的な事情ですね。国政に反映させんじゃねえよって、国会議員は日本国籍の人のためだけに政治をするのではないっていうか、大椿むしろ外国人のためだけに働いてないか、日本人のために働いたことあります？この人、健康に注意して長生きして生きてる間にですね、社民党の消滅が見たいですよね。あと朝日新聞と NHK の消滅が見たい。共産党と、京都市に潜伏していた失踪実習生で不法滞在ベトナム人8人を逮捕、一室で共同生活を送り、解体工として働いていた。もうぎゅうぎゅう詰めですね。日本に残ってお金を稼ごうと思いましたと供述している、ちなみにベトナム人の平均年収は約48万円、月額約4万円だそうであります。平均収入世論です。懸賞金ゲットだぜ、お前らもどんどん通報しろよ。今の日本じゃ稼げんだろうに。日本人ですらオーストラリアに出稼ぎに行くのになぜなんだ。賃金が高いアメリカに行け、アメリカに。解体工は副業で本業は実は作物泥棒。無防備な果樹園いっぱいあるしな。なんで残っていいと思ったんだよ。元から脱走前提で来てる奴らだろ。雇ってた業者も罰則だわな。会社の奴らも逮捕しろ。逃げられた職場にも罰則つける。そうだ、実習生逃がした職場もう罰則つけろよ。そういうところはもう紹介しないとかさ、次から。オーストラリアの飲食店のバイトで月80万円稼げるなんて記事見ましたが、そっちに行った方がいいんじゃないの？なんで日本なの？今円安だつのにさ、解体工やってたらしいけど、雇った業者は、不法滞在って知ってたのか、知ってて雇ったんだったら営業停止などの罰則がありますよね、これね。解体の仕事やってる人知ってますけれども、こういう外国人がですね、安くていいんで雇ってってなったら、それは業者も安い方がいいから、日本人の賃金上がんねえだろって。不法滞在者には社会保険料半分持つ必要もないだろうし、そもそも作業中の事故に対する保険も入らない。最初から保険に入ってない。不法滞在だから。入れない。住所を明らかにできないから。使い捨てだろうしね。不法滞在者がですね、作業中に事故を起こして、障害者になる。保険かけてないから治療する金がない。弁護士だの、活動家がそれに食いついてですね、人道だの、差別だのって騒ぐ未来が、私には見えます。川口の中学校で最近騒動があったみたいですよ。物を壊したりですね、他の生徒を小突いたりする暴力的なクルド生徒が徐々に孤立しまして、他のクルド生徒からも孤立しまして、ぼっちになってて、それを嗅ぎつけた自称人権活動家がですね、卒業式に乗り込んで怒鳴り散らして、怒鳴りまくって、卒業式を台無しにしたっていう騒動が最近あったみたいであります。365日20時間、飯の種を探してる活動家っていうのがいるんですよ。部屋にはですね、差別は金になるって標語貼ってあるの。まあそういう連中でもですね、不法滞在で息を殺して隠れ住んでる連中を嗅ぎつけるのは難しいでしょうけどね。ベトナムは共産主義一党独裁のミニ中国で、皆さんあんまりご存知でない方は思いますけれども、サイゴン陥落でアメリカがベトナム戦争で負けちゃって、ソ連が応援する共産党、ベトナム共産党が支配して、それ以来ミニ中国になってますね。誰もが平等なパラダイスみてえな国なはずなのに、なんで平均年収48万円なんだ。ベトナムの共産主義者たちは国家運営に大失敗してるよね。中国もそうなんですけど、パラダイスみてえな国が事実だったら、よそ行かないでしょ。よそ行かないでしょ。共産主義うまくいってる国なんかねえから、今までもこれからも。大分県日出町のイスラム教徒土葬墓地計画について6日の町議会で本田博文町長70歳、条例で要件を満たせば許可せざるを得ない仕組みになっていると答弁。まあ条例だからしょうがないみたいな、世論です。侵略されていく。その条例ってどれ？
じゃあ条例変えたらいいだろう。イスラム教徒は肘持ちにこう土葬禁止法を制定するしかなさそう。病気と異臭と野生動物にやられそう。遺体を帰国させない。将来のことを考えたらとても許可できんよな。遺体埋めたらそこ掘り返せなくなって領土侵略される。イスラムは他州に1ミリも譲歩しないから世界中でトラブルを起こしてる。条件満たせば許可せざるを得ない。そんなこと全然ないですよ。ちょちょ嘘ついてますよ。オウム以降ですね、例えばなんですけど、宗教法人資格の新規取得がほぼ絶望的になりました。いろいろ用意して準備して要件も資格も全部揃えて頑張ってますね。宗教活動の10年間の実績が必要ですとか言われてもらえない資格。厳しい県とそうでない県がありますけれども、オウムが大変なことになった東京都は格別に別格に厳しい。オウムに宗教法人の資格を与えてたのは東京都なんで懲りちゃった。だから許可せざるを得ないは嘘なんですよ。やりようによって何歩でも引き伸ばしできるの。役所は何だのかんだのって何癖つけて許可しないことが可能であります。あまりに法令から逸脱した場合はですね、行政訴訟を起こされるって危険性ありますけど、それだって最高裁まで頑張れば5年ぐらいは時間稼ぎできるでしょ。あとは金も時間もかかるから行政訴訟する側も躊躇するしね。ドイツでは戦前からですね、遺体送還費用を積み立てして亡くなったら空輸する制度が一般的らしいんですけれども、それなんで日本でやらず土葬墓地要求すんの。日本人舐められてないか。土葬は実は禁止ではなくて許可制になっております。日本では大概許可されない、実情なんですけど、都市部では特に絶対許可されない。伝染病やらそういうのを土壌汚染やら警戒してね。なので今後予想される土葬墓地要求に対抗するには、川口あたりでそろそろこういうの起きんじゃないの。わらびとか起きんじゃないの。俺らに土葬墓地よこせってギャーギャー言い出すんじゃないの。土葬禁止法を作らないと増えんじゃないこういうの。そしたらでですね、土葬禁止法を撤廃しろって騒ぐんだろうけどね。安易に日本に住もうってイスラムの数減るんじゃないか、抑止になるんじゃないか、って思います。今日の単身です。武見敬三厚労大臣72歳。今後6年間が少子化に歯止めをかけるラストチャンス。厚労省としては共働きや共育ての推進に向けた必要な取り組みを加速させていくと発言。共働き推進だって。共働き推進したら子供減るだろってツッコミの嵐でありました。もうバカすぎて話にならないって。自民党幹部って本当にバカなんだなって呆れちゃいました。私も、女性に働け、そして子供も産めって負担を強いのかわいそうだと思わないのかねこいつらね。婚活市場でもですね、専業主婦希望ばっかりですよ。子供産みたいからって理由でね。共働き希望の男はモテないし売れないよ。バカすぎる自民党に少子化を止めることは不可能と分かりました。30年の歳月と66兆円費やして何にもなってないんだもんね。その金一体どこに消えたんだよって話ですよね。NHK 調査、年代別カスハラ比率、客の難癖、嫌がらせ、これコンビニとか、外食の店とか役所とか病院窓口で大声出して文句垂れるやつ。50歳まで 24.3%、50歳以下全部 24.3%、 50代 27.2%、 60代 29.4%、 70歳以上が 19.1%、 60代がなんと50歳までの全部よりも多かったっていう。約3割が60代の仕業、最多であった。脳の老化で感情のコントロールが低下するからであるとか、認知症初期で何かと勘違いして起こってるっていう意見が多かったであります。これが恒常的な特徴なのかは不明。10年後に調査してもやっぱり60代が多いのかは
不明。今の50代が60代になる10年後調査してもやっぱり60代が最も怒りっぽいのか、それとも違うのか。今の50代も、10年経って60代になったら怒りっぽくなるのか、70歳以上になるとですね、文句言う気力も出かける機会も減るから60代に比率で負けてんですかね。60代だとまだ働いてる人多いんで、スーツ着て、その辺、歩き回ってる人も多いでしょ。まあ、70になると、大体引退してて、出かける機会もないから、店に文句言う機会もない、みたいな。そうなのかなという推測。こういう男は嫌だ。1位。定員に横柄です。不動の1位。毎回1位。弱い立場の人をどう扱うかに人間性出ますよ。こういう男は、デートの時に、こういう行動する男は嫌だ。1位が、定員に横柄ね。こういう男はね、女性が病気したり、容姿が衰えたりで立場が弱くなった時に扱いが悪くなる。立場が弱い人にこういうことを言ったりやったりするんだもんって、女性は本能で察知するんでしょうね。東京都条例で笠原禁止になりますんで、役所や店や病院で大声出すですね、外国人やじいさんを条例違反でビシバシ取り締まってほしいもんですね。夏までとされていたガソリン補助金がそれ以降も継続と発表。補助金停止だとリッター200円程度となる見込み。意地でもですね、トリガー条項を発動させないっていうですね、財務省の固い意志を感じますね。やつら取って使うのは自分らが支配している気になれて満足なんですけれども、最初から取らないっていうのが一番嫌。なので増税強に取り憑かれてる。財務省官僚の子孫も親戚も重税に苦しむのに本当の本当にバカなやつらです。選挙妨害で勾留中の翼のサンバが再逮捕。容疑が15兆案だって。15回再逮捕されたらそんだけで300日留置所に置いとけますね。組織犯罪である特殊詐欺で捕まってですね、再逮捕で半年間留置所にいたって人知ってます。執行猶予ついて半年で収まったんですけども、今はですね、特殊詐欺は重くなっちゃって一発実刑5年以上ってなっております。5月17日に逮捕されたんで、20日 ×2 で40日間拘留拘置所決定ですね。次に動きがあるのは40日経った6月27日頃で、都知事選は7月7日まで、ありますんで、もう一回ぐらい再逮捕はかもしれないですね。もしくは起訴が決まって拘置所に移されるか。昨年の孤独死が6万8000人。まあ若い方もいるでしょうけど、やっぱ大多数が65歳以上でしょうね。2003年1441人から20年間でなんと50倍に増加。50倍。子供がいないであるとか離れて暮らしているとかで一人暮らしの高齢者の絶対数が50倍に増えたんじゃないかと考えます。私にはですね、一人暮らしの60代の知り合い結構いるんで、むしろ2003年が少なすぎるではっていう感想を持ちました。巣鴨の地蔵商店会を有するですね、豊島区は独居高齢者率世界一、65歳以上の一人暮らしが住民に占める割合が世界一であります。世界一。なんでそうなったのかはっきりした原因不明なんですけど、そこそこ暮らしやすくて定着率が良かった、引っ越したくなくなったで、いい方に考えて、おります。というわけでチャンネル登録よろしくお願いします。メール当院さんも大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。